ナリーグ地区シリーズ、パドレス0の8ドジャース、9日サンディエゴ、5回戦制の第4戦が行われドジャースが対象で2勝2敗のタイに持ち込み逆王手をかけた。ロサンゼルスに戻る11日、日本時間12日の第5戦の勝者がリーグ優勝決定シリーズに進出する。大谷翔平選手はこの日、1番、指名打者で出場し、3打数1安打1打点。 西の活躍で勝利に貢献した。大谷は初回の第1打席は2ゴロに倒れたが、1対0の2回2、1、3塁の後期で右前適地打を放った。4回の第3打席、6回の第4打席はいずれも四球。8回の第5打席は空振り三振に倒れた。ロジャースは初回に2番、ベッツの2試合連続初回本塁打となる中越ソロで先制。 2回は大谷とベッツの連続タイムリーで2点を加えた。3回はスミスの中越えツーランで加点。7回にはエドマンのスクイズ、ラックスのツーランで3点を奪い試合を決定づけた。投手陣はブルペンデーで中継ぎ右腕のブレーシアが先発。計8投手の系投で強打のパドレス打線を完封した。投手8人以上による完封リレーはポストシーズン史上5度目。